対局開始。お願いします。相手は三段ですね。こちらも三段なんですけども、なんか三段から陥落しそうな勢いなんですよ。もう達成率がもう 一桁台まで下がってるんですよ。まあこれ交換しては来なかった。まあ、5六銀と上がっておかないと5五角の筋があって少し怖いので、まあ、え、そこつくんですね。まあそこで4六歩ね。少しこれ金額金額でしてやり過ごすことできないよ、まあ打たないとねしょうがないのでね。次4七歩と合わせれば2分30秒、見事に一歩も守り切って、付属したんじゃないか。まあ金の形がちょっと悪いですけどね、まあ、これまあ一応押さえておいて、まあ相手はね許さんという感じで来るでしょうね。まあ、ちょっとこちらも金銀の形が良くないね。でもね、まあでも相手も一歩持ってるので不読って、あそこに歩打つ木村美濃、木村美濃なんかさ今さピースピースみたいなさ、あなんかそんな感じのやってますけど、私はよく写真撮影の時にさ子供がよくさピースピースってやるじゃないですか、チョキのポーズ。であれがさもう恥ずかしくてさ昔からできないんですよね。で歩き人くんピースしなよって言われてさ、いやーなんかやる気ないなみたいな感じでね。まあそういう人なんです。2分。ああまあ追い返しとくか。まあ4四銀と引くでしょうね。で一回歩ついて次4五歩ついたら困るんじゃないかな。まあでも捨てても歩つくでもいいよね。これ困ってません。同銀3三角。これ銀1枚ポロじゃないですか。あ相手これやっちゃいましたね。やっちゃったねこれ。あーそんな風にごまかすのね、まあまあ気持ちはよくわかる。ただこれね、でこれ飛車は逃げられないので、まあ、飛車交換、まあ、飛車を取る権利はありますね。ただ飛車をおっと切ってくるのか。いやそこまで激しくやるとはね、まあ、角も取るんでしょうね。まあでもこれ相手角銀あるので怖いですよね。4六歩とかねいろんな手がありますのでね。あーこっちですか。まあまあまあ一回飛車先の歩をついておいて、まあ同歩ですね。まあちょっと叩いときますか。まあ銀で取ると、あまあ銀で取るのね。この場合は1一角飛車と打っておいて、まあ桂馬いただいておいて、次7五桂の狙いがありますね。いやこれは勝った可能性は高いんですか。まあでもこれを取りますね。桂馬打つと、これもらったんじゃないの。相手4七金とか絡んでくる手はあるけど、でもまあそんなにね大した手じゃないので、あで一つ浮いとくか。まあ5七角成が少しボケるよねと。まあちょっと慎重に銀でも打っとくか。さあ馬どこ行くんですかと。まあ7九馬しかないよ、ね、あそこね。まあ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 取りますか。時間もね、時間も時間なので、おいしょと。で、銀とか設置して。さあ、どうですか、まあ、ちょっと竜がね、今働いてないのが少し気がかりではありますけどね。次、8四香を狙いと、変な感じするけどね。そんなのありなの。1分。あ、わからん。走っちゃう。いやでもちょっとね、足し算の攻めちょっと筋悪いかな。あこれはどうしようかな。これは詰んでるよね。ふいっと、よっこらセット。ありがとうございました。よくぞやった。しかし将棋ウォーズを勝ち抜くのはまだまだ厳しいぞ。2023年1月になりました。
今日はですね、この前アルキビトチャンネルの生放送中に、まあ、視聴者のコメント、まあ、コメントでやり取りがあったんですけれども、とある人がですね、まあ、これはその視聴者がというよりも一般的な話として聞いてほしいんですけども、とある方がですね、まあ、K 君と呼んで、まあ、K さんと呼んでおきましょうか。まあ、K さんがですね、K さんアルバイトをしてるみたいなんですね。で、アルバイト中に、まあ、ミスを犯してしまって、で、お店の売上金をなんかなくしちゃったらしいんですよ。まあ、完全に不注意なんだけどね。で、3万円分ちょっとね、損失が出てしまって、まあ、それをですね、自分の給料から補填したっていうんですよ。まあ、給料というか、まあ、働いてる身なんだけれども、自分でお金出して3万円をですね、損失補填をしたっていう話を、K さんがですね、してたんですね。で、まあ、まあ、それを聞いたときに、まあ、まあ、自分のミスでそういう、まあ、損失を出しちゃったなら仕方ないのかななんて、思ったんだけども、ただですね、そこで、R さんっていうね、視聴者、まあ、弁護士の方ですね、弁護士の方がコメントで、いやそれは労働基準法違反じゃないかと、で即座にこうね、ツッコミを入れたんですね。だからまあ従業員が、何かミスをしたとミスをして、まあ、その損失を出してしまったとしても、まあ、それをですね、賠償しろってことで、まあ、賠償させるというのはですね、まあ、違法行為だというところで、まあ、まあ、給料から差っ引くとかそういうのはダメですね。もちろんその君補填してくれ、まあ、君補填してくれるよねって言って、あ、はい補填しますっていう同意がなされたならば、まあ、別に、まあ、3万円をですね、任意で支払うのはまあ別に構わないんだけど、ただまあ、まあ、ミスをしたんだから全額補填しなさいっていうふうにやるのはですね、これはダメらしいんですよ。うん、まあ、従業員のですね、まあ、過失ということで、まあ、その損害賠償が認められるケースもあるんだけども、ただそれにしても過失割合ってものがあってさ、使用者責任っていうのもありますからね、雇ってる側の責任っていうものもですね、あるので、例えば何パーセント、例えば半分ずつ負担しなければいけない、負担しましょうとかね、まあ、そういう、まあ、法的にはまあそういう判断はなされるという、まあ、そういう話で、まあ一律ですね、従業員が、その損失分全額補填しなければいけないのだっていうふうに押し付けることは、これは違法なんだと。っていうふうに、まあ弁護士の R さんがおっしゃってまして、ああ、そうなのかと。うん。そうかそうか。なんか私はてっきり、まあ自分がミスしちゃったんだから補填するのは仕方ないのかななんてちょっと直感的に、まあ思ってしまったんですけども、まあ、法的にはですね、一概にそうは言えないということなんですね。たださ、この R さんの話を聞いても K さんは、なんか、そうなんだ。でもまあ、まあいいよみたいな感じで、別にその、しまった、やっちゃったというかね、やっちゃ3万円払って損したなっていうような態度ではなかった。うん。ね、3万円払って損したことはすごく悔しいってね。お金を稼ぐためにアルバイトしてるのに、逆にね、お金損しちゃって、まあ、最悪の一日になってしまったみたいな話をね、してたわけなんだけど、だったらさ、3万円さ、払わずに済んだ方が良かったわけじゃないですか。で、R さん、ね、法律家の R さんの話によれば、いや、払う必要なかったんじゃないかと、っていう話を聞いても、K さんは、あんまりね、ああ、払わなきゃ良かったな、っていう、ふうなことは言ってなかったね、うん、でさ、それもさ当然なんですよ。なぜかっていうとね、会社の方もさ、いろいろとさ法律対策してるわけで、結局さ、Kさんが
これ計算っていうよりもね、何度も言いますが、一般的な話として聞いてくださいね。この視聴者、歩き人チャンネルの視聴者の計算 R さんっていうことじゃなくて、一般的な日本人、任意の日本人 K という感じで聞いてほしいんだけれども、じゃあ K さん、まあ、K さんっていうか、まあその自分がですね、アルバイトでミスをして、3万円の損失がね、出ちゃいましたと。で、まあ店長やら何やら上司からさ、3万円損しちゃったんだね、じゃあ補填しなさいよっていうふうに言われましたと。いや、補填してくれるよね、みたいな感じかな。給料からさっ引くとは言わない。だけど、君がミスして3万円損したんだから、補填してくれるよね、いい子だからね、って言われたときに、お断りしますと。言えるかどうかって話なんですよ。言えないですよね、日本人ならば。まあ外国人なら言えるかもしれませんよ。うん。外国人、その、まあ割とね、法の精神っていうのかな。法に基づいて物事を考えるというね、社会のトラブルとか、その権利と権利のぶつかり合いとか、そういうものは法に基づいてですね、ちゃんと調停していきましょうっていう、そういう文化が染みついてる人たちだったら、ああ、3万円、僕はね、3万円払う気はないと。ね。だって、自分をね、雇用してる側にも責任あるでしょってさ、まあ言うかもしんないけど、日本人だったら言えないですよ。うん、なぜかというと、日本は法治国家ではないから。まあ、法治国家ではないというよりも、その人の心の中に法の精神ってものがないわけ。うん。だから、法的にどうかってね、日本の法律に照らし合わせてどうかとかね、法的な権利としてどうなのかっていうことではなくて、そこの、まあ、アルバイトでもさ、その職場があるじゃん？この職場っていうのは一つの世間なわけですよね。うん、そのお金がどうのじゃなくてさ、その K さん曰くね、お金を稼ぐためにさ、アルバイトしてるんだって言ってますけれども、ただ、日本の会社、まあその、例えばアルバイト先のお店でも何でもそうなんですけども、この一つの世間という形で共同体になってしまうんですよ。これは山本志平さんも、日本のですね、日本資本主義の精神っていう本でね、指摘されてますけれども、日本の企業っていうのは、ただ金儲けのためのグループ、金儲けのための組織っていうだけじゃなくてですね、一つのコミュニティなんですね。うん、で、コミュニティの中では疑似的な、血縁関係ってものが作られるっていうんですね。つまりその、僕たち仲間だよね、と家族だよね、みたいな感じで、その、仕事をするためのそのさ、クールなそういう組織じゃなくて、なんかこう濃密な人間関係みたいなのを作っときましょうよみたいな、なんか疑似的な血縁関係みたいなものが、そこではですね、作られるってことなんですよね。で、そうするとさ、例えば家族の間でさ、何か、例えば夫婦喧嘩とか兄弟喧嘩があった時に、法的にこうではない、法律的にこうではないかとかいう、そういう議論ってしないでしょ？ね、法律云々じゃなくて、いや、法律じゃなくてさ、そのさ、自分たちの狭いコミュニティのさ、輪をさ、この輪を守るためにはどうすればいいかってことを考えるでしょ？まあ、日本人ならばね。だから、その、K さんがですね、アルバイトでミスってしまって3万円、まあ、損失が出たとしても、まあ、法的にはさ、その3万円、少なくとも全額を賠償する責任はないんだけれども、でも3万円払ってくれるよねって言われたときに、あ、はい、すいません、払いますって言わないと、この輪がぶっ壊れちゃうから、で、ぶっ壊れちゃったらさ、まあ、その、職場の中でさ、みんなから白い目で見られるわけですよね。あいつ何なんだよと、自分でさ、3万円損しておきながらさ、がめついやつだなと、3万円払わないと、ね。って感じで、まあ、法的には問題なくても、そのみんなからね、何あいつみたいな感じで目で見られると、このコミュニティの中で自分の居場所がなくなるわけよ。3万円払って自分の居場所を守ることができるんだったら、3万円払った方が得だと思うのは自然なことですよね。まあ、日本資本主義の精神、まあ、てか日本人のですね、まあ、日本人っつうのは、これは、世間ってものがですね、これが、心の、支柱みたいになってるわけですよね。うん。日本人っていうのはこれ個人主義ではありませんので、個人主義ではないのでね、自分で自分を支えるとかそういうのありません。ね。ですから、世間に
その承認してもらわないと自分ってものは保てない。だから職場においても、まあ、これは払わなきゃいけない流れだよねっていう空気が充満すれば、それ払うのは当然なんですよね。うん、だからね、まあだから権利があってもですね、日本人は、権利があってもですね、権利あっても使えないんですよ。うん、使えません。日本人はですね、権利があっても基本的には使えないんですね。ですから例えばね、まあ黙秘権とかね、その被疑者という立場、警察に何か、まあ、事件があって、なんかお前やったんじゃないのって言われて、まあ捕まるでしょ。そしたらさ、黙秘権がありますって言われるでしょ、うん、多分ね。だけどじゃあ黙秘権実際使えるかって言ったらさ、権利はあるんだけど使わせないようにしてくるってか、まあ使え、まあ黙秘権を行使しづらくしてくるわけじゃないですか。まあ、ありとあらゆるところで、まあ日本人はですね、権利はあるんだけど使うものじゃありませんよっていう、これをね、まあ美徳としてですね、前提にしてるので、まあ、3万円をですね、賠償する責任はないって言われたとしても、法律家に言われたとしても、はぁって感じなんですね。でさ、ここからがすごく言いたいところなんだけども、その多分ですね、 K さんは、 K さんってあのアルバイトの人ね、 R さん弁護士ね、弁護士の R さんの話を聞いて、 K さんは嫌な気持ちになったんじゃないかな。うん、つまりさ、3万円を払わない権利はあるんだよっていうふうに教えられたことによって、権利はあるのにあえて権利を放棄してしまった自分っていうのがさ、余計にさ、嫌悪感を感じてしまうんじゃないだろうか。つまりね、日本人に対しては、あなたには権利がある、権利があるってさ、言われれば言われるほど嫌な気分になるわけよ。なぜかって言ったら、権利があってもどうせ使えないんだから、使えない権利なんてさ、ない方がいいじゃないですか。使えない権利なんだから、でも権利はあるって知ってしまったら、権利を行使できなかった自分ってなんて弱っちいんだろう、なんて世間に迎合してんだろう、なんてさ、個人ってものがないんだろうね、なんて弱虫なんだろう、なんて臆病者でさ、下手れでひ弱なんだろうっていうさ、気持ちになって自分が嫌になっちゃうじゃないですか。そうなんですよ、ここですよ。つまりね、日本人の心理として、使えない権利ね、使えない権利はないことにしたいわけ。そうでしょ。視聴者の皆さんどう思いますか。権利は確かにあるんだよ。だけどそれは法的にはそれはいいんだけど、でも普通無理だよね、そんなのって。そんなさ、そんなに、そんな法的には俺が正しいってさ、そんなこと言ったら気まずいし無理だよって思うことあるでしょ。そういう権利はないことにした方が良くないですか。つまりね、こうやってね、この世間という場の中で権利というものがねじ曲がっていくわけよ。つまりね、みんな権利使えないわけですよ。日本人であるから権利は行使できませんってなると、その権利はないことにしたいよなっていう気持ちがこう湧き上がって、そんな権利なんてないことにしよう、ないことにしようってさ、みんなでその権利をさ、ひた隠しにしようとするわけですよ。だこうやってね、自ら自由を失っていく、自分の手で自分の自由を、なくしていくわけですよ。つまりね、日本人のですね、日本人の中で自由をですね、妨げるものっていうのは、何が妨げてるのかって言ったらね、一番ね、自分の自由を妨げてるのはね、自分なんですよね。自分が自分の自由を奪っちゃうんですよ。これがね、日本の根本的な問題なんじゃないかなと思いましたね。だから私はその R さん
のですね話を聞いて、なんだそうだったのかと、ね、Kさん良かったじゃないかと、ね、3万円取り戻しましょうよと、ね、裁判でもしてさ、やっぱり 3万円払ってしまったのは間違ったので、それはちょっと自分は法的な知識がなかったので、ついうっかり3万円払ってしまったんだけども、3万円分の責任はないと思うので返してくださいって請求して、もし向こうが拒否するようだったら裁判しませんかと、ね、私が言ったら、いや裁判なんかしないって言うんですよ。でなんかね、 K さんちょっと不機嫌な感じでね、あんまりその話題に触れたくないな、多分歩き人チャンネルでこの話題を出したことをですねちょっと後悔したのかもしれないというふうにですね思いまして、まあ私はそれでね少し悲しいなと思いましたね。そしてKさんを雇用してるさ、その会社お店だか知りませんけど、これもけしからんよな本当に。つまりさ、本来ならばその労働者ってか、まあアルバイトやってる人が全額負担、その賠償する必要はないんだけども、それをあの手この手で圧力をかけてお金を払わせようとするっていう圧力、だから別にさ払ってくれるよねどうだいって言って、あ払いますってさ相手が言ってくれれば、それでさ合意されたことになるわけじゃないですか。でもそれで本当に合意と言えるのかっていうね、明らかにさ力関係があるしっていうさ、うん、もちろんそこはね力関係とかその強弱ってものがあるから、その本当にそれで同意があったと言えるのかっていうことも裁判で争おうと思えば争えるんですよ。でも争えないわけよ。争う、あのね、裁判を起こす権利はあるけども、やっぱりそれも裁判を起こす権利はあっても使えないんですよね。何度も言いますが、日本人は、権利あっても使えません、うん、これなんですよ。権利はあっても使えない、使わない、むしろ使わないのが良いとされますね。あのね、使えないよねじゃなくてですね、権利はあって使えるんだけど僕は自由意志に基づいて使わないことにしてるのですっていう態度が好まれるんですよね。まあそれが日本人の生き方なんですよ。なので、まあ、非常にこう法律家っていうのは、普通の日本人の感覚とはかなりかけ離れてるというか、その法律と、日本人のですね、思想ってものは、かなりズレが生じてるからこういうことが起きるわけですよね。で、ただまあ K さんはですね、いや自分がミスっちゃったんだから自分が補填することがですね、まあ、法律的にどうかは別にして、まあ、道徳的なんだとかいうふうに思ったかもしれない、まあ、これ K さんだけじゃなくてね、一般的な日本人のね、一般的な話として聞いてほしいんだけども、自分がさ会社勤めとかあるいはアルバイトやってて、自分がミスって例えばお店の備品を壊しちゃいましたとかね、うん、なんかそのお店、例えばなんでしょうかね、例えばその売上のお金の入った袋を橋の下に落としちゃって、川に落としちゃって3万円なくしちゃいましたとかね、とかなんかその自分の不注意ミスでその、まあ、損失を出しちゃった時に、いや自分で補填するのが正しいことだし、それが人の道じゃないっていうふうにさ思うんじゃないですか。法的にはいいんだけども、でもやっぱり自分の良心が痛むからってさ思いませんか。でもね、その良心とか道徳とか倫理ってそういうものもさ、結局さ現実的には強いものがですね作り出すんですよ。そうでしょ。経済的にもあるいは政治的に、強いものがですね、強いものがこういうふうにするべきなんだとか、そういう道徳みたいなものを作り出して、それを人々に広めるわけですよ。強いものの都合がいいように道徳とかこうするべきとか、そういうものは結局作り出される。だから自分がいやこれはこうするべきでしょうって思ったとしても、ちょっと一回立ち止まって、ちょっと待ってと、これ本当に純粋に自分はそれを信じてるかどうかってね、なんかその立場の強いものによって押し付けられた概念じゃないのかってことをちょっとね、立ち止まって考えた方がいいと思うんですよ。だこれももちろんね、立ち止まって考えるっていうのは日本人にとっては辛いってことなんですよ。自分の権利がもしかしたらあるのではないかって考えれば考えるほど、その権利を行使できない自分ってものがいかに弱く、いかに弱虫で、いかに弱虫毛虫
挟んでステロイドであるかってことが浮かび上がってきてしまうから、非常に辛いね体験である、辛い作業であるってことは、それは承知の上で言ってるわけです。まあね、だからまあ私はその話を聞いて、やっぱりね、もっともっとがめつくしなきゃダメだなと思いましたね。もうとにかくね、したくないことはね、しませんって感じで、嫌でーすって感じで、蹴っ飛ばす。してやりたいことは強引に、強引にやる。誰が何を思うとね、どう思われるかとかさ、人にどう思われるかとか、そういうことを考えない。一切考えない。別に嫌われたっていいじゃないかと。だからね、日本において、その人間関係っていうのはですね、人間関係は、これは使い捨てにするべきですね。今の職場とかアルバイト先であるとか、学校の友達とかもそうだけども、すべて暫定的なものでしかなく、そいつらに好かれようと嫌われようと、結局人間関係なんて使い捨てだという感じでね、使い捨てカメラのようにですね、パシャッと撮ったらそれで終わりみたいな感じで、使い捨てであるっていう、これをね、基本的なにその考えるべきでしょうね。まあ、ねえ、それは当たり前ですよね。その人はいずれ死ぬわけですから、死んだ後にね、自分が生きてたその人間関係なんてさ、継続できませんからね。まあ、死ななくたってさ、でも皆さんどうですか？小学校6年間あったかもしれないけど、小学校の時のさ、同級生たちと卒業した後何人と会ってますか？いや、自分だったらどうですかね。でも確かにその街中でばったり会ったとかそういうのはありますけど、小学校と卒業してから約束をしてもう一回会いましょうみたいなことやったのは一人もいないんじゃないかな。中学校も、まあ中高一貫だったから分かんないけど、高校でもさ、あ、高校はちょっと約束して友達と遊んだりしたか。でもそれもそんなに頻繁にはしてないし。ただ、まあ何が言いたいかっていうと、結局、人間関係なんて全部使い捨てに過ぎないってことよ。今の人間関係なんて一生懸命守ったところで、バカを見るだけですよ。ただ、その、バカを見るってことは理屈で分かったとしても、それでも必死に自分の人間関係とか、人からの評価ってものを、気にしてしまうのは、自分がそうしたいからというよりも、なんかその日本人の中に眠っているそういう遺伝子がそういう風にさせちゃってんでしょうね。だからそれをね、それが一番自分の自由を妨げるものであり、自分にとって敵って多分それだと思いますよ。ね、人からどう思われるとかね、そういうことをね、全部気にしないような人になったら相当自由に生きられると思うね。だってみんなにどう思われる、あの人にどう思われるとか、そういう判断基準が全部消えちゃうわけですから、自分がどう思うかっていうさ、それをまあ全ての判断基準としてできるようになるからね。で、それでいいんですよね。だから本当ね、まあ K さんはまあお気の毒ではあるけれども、私はそれを聞いて、もっともっとね、もっとがめつく、もっと、もっと、自分本位にやらなければいけないなということを決意を新たにしたということでございます。ありがとうございました。